はい。どうも、エナジー福田です。今回は、こちら、DRT バリアルハンドルの 95mm をアンタレス DCMD に装着してのインプレッションをやっていきたいと思います。で、動画の内容は、まあ、装着することで何が変わるのかっていうところと、どういう釣りスタイルにおすすめなのか、そしてクラッチ返りはするのか、で、最大のデメリットのネジの緩みとハンドルの滑り、そして純正からバリアルハンドルに変更しての感想をまとめ、そういう流れでやっていきたいと思います。 はい。まずこちら、バリアルハンドルのスペックなんですけど、まあ、ハンドル自体は金属で作られてるんで、感度が高いっていうところですね。そしてハンドルノブは EVA 素材を使われてて、グリップ力が良い。で、横はアルミで。 軽量化を図られてますで。バリアルハンドル購入したら付属品は説明書、ワッシャー、専用レンチとなってます。カラーはブラック、シルバー、ネイビー、ガンメタとなってます。で、価格は2357円とのことです。ハンドルのみで購入しても、ディールには付けることができずで、別売りのセンターナット。はい、ここですね。これの購入が必要です。まあ、この理由なんですけど、まあ、このセンターナットを交換するだけで、まあ、島の台はアブと付け替えができるように、センターナットは 別売りとなってます。このハンドル自体を使い回すことができるんで、まあある意味コスパはいいのかなと思います。センターナットのカラーはブラック、ガンメタ、シルバー、ネイビー、ゴールドとなってて、まあリールに合わせて購入可能です。こちら価格は1143円となってます。 はい。そして、アンタリス DGMD。まあ、こちら、エクストラハイギアに装着して、巻き物からワームまでいろいろ投げてきました。まあ、装着してるだけで、所有感がかなりアップしていい感じです。はい。そして、この、ハンドルの精密さが良くて、まあ、ハンドル装着時にきちっとはまり、そして締まり、で、全然ガタつきがないんですよね。うん、なので、個人的にはそこがめちゃくちゃ気に入ってるポイントです。 そしてこのハンドル、こういう釣りにおすすめです。このアンダレス、マイクロモジュールギアっていう、まあ滑らかな巻き心地のギアが採用されてるんですけど、そういうギアとの相性がかなりいい気がします。巻き物やってて気持ちよく巻けるようになりました。はい、このハンドルノブ、丸くて持ちやすいんで、こうやってちょこんと軽く持っての巻き物がかなりやりやすかったですね。巻き抵抗が少ないものが特に快適に使えるかなっていう感じがしました。 で、巻き抵抗が重たいものが使いづらいというわけではなく、さっきこう持ってましたね。そうじゃなくて、ここまで、先端を持つんじゃなくて、内側までしっかり持って、クイッとすることで、結構ね、トルクを入れやすいんで、巻き抵抗が重たいものは、こうやって、 まあ、がっつり持って、まあ、トルクをかけて負けるっていう感じでしたね。まあ、これで、そんな負担なく負けるようになりました。そして嬉しいのは、スピナーベイトのブレードが回るブルブルとか、デッドスローでの巻物も、ブルブルが手元に伝わってきて、わかりやすいんで、まあ、ルアーにゴミがついてアクションが変な時とか、バスが食った時などがわかるようになります。あとは、寝掛かる一歩手前で、ハンドルにコーンと違和感があって気づくことができるんで、まあ、ハンドルに集中してたら、寝掛かり回避力も上がるなと思いました。 はい。そして結構気になる方多いと思うんですけど、クラッチ返りっていうのは、まあ投げるとき、ここクラッチを切りますね。カラッと。そしてキャストするんですけど、そのとき、キャストしてるときに、 ハンドルが長くて重たくなるんで、ハンドルがカチャッと帰ってしまい、ルアーが飛んでってる最中なのに、スプールが止まりガッと、はい、衝撃がある。それがクラッチ返りなんですけど、回ってる最中にギアをこう噛み合わせることになるんで、ギアにもね、結構悪い症状なんですけど、僕が結構使い込んだんですけど、一度もクラッチ返りはならなかったです。で、これ 95mm とバリアルハンドルの中では、まあ短めな方なんですが、これでもクラッチ返りされる方はいらっしゃるようで、まあクラッチ返りする人は、まあ、こうキャストしますよね。キャストの時にスプー そういう人はキャストの力でハンドルも一緒にくるっと回ってしまう時があるんですよね。なのでハンドルが上になるようにキャストするようにした方がいいと思います。あそっちの方がクラッチ返りしないし飛距離やキャスト精度も上がるんでおすすめです。 はい。そして次にデメリットですね。まあ、バイブレーションとか、まあ炎燈して巻くっていうのを繰り返していると、まあキャスト時の水しぶきとかでハンドルや指が濡れてきて、こうやってさっきの軽く持つやり方をやっていると、つるんと結構滑ることがあるんですよね。まあ程よい濡れやったら結構グリップ力が上がるんですけど、結構びちゃびちゃに濡れてしまうと、ちょっと滑りやすいなって思いました。で、そんな時は軽く持ちやってたら滑るんで、つるっと。このハンドルのへこみのところに指の第一関節を当てる。こういう感じ。 こういう感じで持つと、しっかりグリップできるんで、全然滑らず使っていけました。なので、煙として巻くっていう時には、持ち方をちょっと変えれば、そのデメリットは解消されるかなと思います。はい、次はネジの緩み。まあ3ヶ月ほど使って、若干ハンドルが逆回転するようになったんですよね。その症状をちょっと今再現するために少しネジを緩めます。はい、ちょっと今固く締めすぎてて、ナット回すことできなかったんですけど、そのハンドル逆回転するっていうのは、今こうハンドル巻いてて、 全然逆側に回そうとしても回んないじゃないですか。これが5ミリか1センチほど逆にニュッと。 回るようになるんですよね原因がわからずそのまま数日は落ちずに使えてたんでまあ、紛失することはないと思うんですけどまあ最初使われる方は原因がねわからないまあ、僕もそうやったんですけど原因がこのナットっていうことが気づかないと思うんでもし今ハンドル回しててなんか変だなって思った時にはこのナット締めるようにしてくださいはいそしてこっちのハンドルノブのキャップの方もまあ、定期的にキュッと締めてあげる必要がありますまあ、今回緩むことは3ヶ月使って1回もなかったんですけど一応定期的に閉めておく方がいいかなと思いました で、締めるときは、ハンドルのこのゴム部分を持って締めるようにしてください。そうしないと、こう、中だけが回って締め込みができてないっていうことがあるそうです。 はい。そして、純正からバリアルハンドルに変更しての感想をまとめなんですけど、純正ハンドルと比べて、まあ、軽く持って巻くことがかなりやりやすくなりました。そして、巻く時の感度もアップしたんで、ルアの動きが分かりやすくなったっていうのがいいなと思いました。そして、長さが 95mm と、まあ、何人でも万能に使える長さなんで、まあ、おかっぱりとかで、ロット1本でいろいろやるっていう方には特に使い勝手がいいんじゃないかなと思いました。個人的には好きな長さです。そして、使ったのがエクストラハイギアなので、まあ、ハイギアだったり、もうちょい長いハンドルだったら巻き抵抗が大き いいものも快適に使えたんじゃないかなと思いますまあ、これはギア比とハンドルの相性の差って感じなんでまあ、ハンドルに対してのレビューではないんですけど使う時にはギア比と長さまあ、そういう相性も考えて購入してみてくださいはいということでこれからもアンタレス DC に装着して愛用していきたいと思いますということで今回の動画は以上ですよかったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします